エクレルール灯台ほど先に立つ灯台である。ビーグル水道にあるエクレルール諸島の北東の島にあり、わずかに円水状のほぼ円筒の形状を持つ。世界最南端の灯台とも言われる。エクレルール諸島は、フランス海軍の探検隊によって命名された。フランス語でエクレアラーは、石膏を意味する。日本語文献では、地球の歩き方でエクレルール灯台として言及されているが、 レクレルール灯台と表記するものもある。1920年12月23日に運用を開始したエクレルール灯台は、ウシュアイヤへの回路の安全確保の役割を担う。レンガ作りの塔は、高さ11メートル、幅3メートルの円筒状で、窓はなく、壁面は赤から白から赤で塗装され、その上に光源が収まる黒い明かり室とメンテナンスのための回路がある。 塔への出入り口として、西向きの扉が唯一存在するが、現在では遠隔操作による自動化により、無人で、塔内は一般には公開されていない。電源はソーラーパネルからの供給で確保され、海面より22.5メートルの高さから7.5回りほどの範囲を5秒ごとに白と赤の光を交互に点滅させる。エクレルール人気のある観光スポットで、 ウシュアイアからボートツアーで訪れることができる。アルゼンチンでは世界の果てにある灯台として知られている。しかし、200km ほど東方のロスエスタードス東北東の海岸にはジュール・ベルヌの小説、地の果ての灯台によって有名になったサンフアンデ・サルバメント灯台が存在しており、しばしばこれと混同される。エクレルール灯台は映画ブエノスアイレスにも登場している。 ありがとうございます。